time. こちら、ドクテーブルです。今日はこちらの、11月の17から始まってる、こちらのマクドナルドのハッピーヘッドなんですけれども、ま、テーブルゲームがたくさん揃っていて、なんか、すごいっていう、なんか、噂だったので、本当にもう、いつぶりだの、めっちゃ前に、結構前に、なんかマリオね、をハッピーセットが出てたと思うんですけど、それ以来です。ハッピーセット買うのは。ちょっと、今回は、これはネットで話題になってたので、早速、ちょっと買ってきました。まあもう、本当に久しぶりです。もう小6になるとね、ハッピーセット買うのも、もう全く買わないって人もいると思うんです。はい。開けていきましょう。まず、こちらの、フィンガーツイスターって、まあ、指のツイスターって感じかな。開けまーす。まあ、今回ね、パッケージがすごい可愛いんです。この箱がね、ジャキーン。可愛くないですか？審判からの指令。あ、これは、まあ、本物の体全身を使うツイスターですね。の広告です。タルトミヤーズさんと。ツイスター、指でやるツイスターなんですけど、まあ、このキャラね、見たことある人と見たことない人いると思うんですけど、まあ、結構前ですね、ここ最近全く出てなかった、マクドナルドの仲間たちですね。名前が確かついてるんですけど、あんまり知らないです。はい、パッケージは本当に可愛い、海外のね、おもちゃっぽくて、なんか飾ってても可愛いなっていう感じです。じゃあ開けていきましょう。ツイスター、おー、あ、おー、あ、なんだこれ。これが説明書とか、まあ、ルール説明みたいな感じかな。遊び方の続き、あ、遊び方ですね。じゃあちょっとどう遊ぶのか。まずこの中ルーレット、これなんていうんだろう、これを、ハッピーセットボックス型スピナーっていうらしいです。これを、あ、ここにカードがあって、これ広げますと、こんな感じで、赤、青、黄色、黄緑の長細いやつが、紙が入ってて、で、これを、こうやって回して、じゃあ、あ、ちょっと待って、ちょっと頑張るか。これですね。これだったら、こんな感じ、ここに、薬指の、これなんだ、マック、これ、この、これなんだ、これは何だろう、ちょっと待ってね。あ、これはどの色の円にも置けるみたい。じゃあこれでどっちだ、あ、いやもうここです。薬指の青だったら、じゃあこの薬指の青をここに置きます。続いて親指の赤だからここに置きますって感じで、いろいろこんな感じでやってって、先にデッキ、なんかまた倒れた人が負けっていう感じですね。指がつりそうなゲームですけどこんな感じです。まあ今回、まあ お姉ちゃん呼んでやろうかなとも思ったんですけど、はい一人でこんな感じでやります。すいませんね。続いて UNO です。僕 UNO ね、やったことはあるんですけど、実際持ってなくてすごい欲しかったんで、ちょうどよかったです。 UNO、これもパッケージがまあ可愛い。このタッチがいいですよね。まあ、このマクドナルドオリジナルカードが 2枚入りということで、このね、ハッピーセットボックスカードを使うと、相手の手札、まあ、指名した人の手札と自分の手札をガラリと変えてしまうっていう。可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いです。こんな感じで、かわいい、めっちゃかわいいやん、これ黄色で、あ、その感じですね。絵柄は1パターンかな、あ、違う、1パターンですね。絵柄はこのパターンとこのパターンは同じです。ただ色が違うだけって感じで、これがハッピーセットのボックスで、これ4色です。これなんだ、このなんか YouTube みたいな。はい、こんな感じです。ルールは UNO と全く同じですね。
あ、ちゃんとタガルポミアーズの公認なんで、ちゃんとしたやつ、偽物なんじゃないか。はい、ウノです。最後にこちら、一番でかい人生ゲームですけど、こんなでかいハッピーセット見たことあります？僕はないです。どれ？あ、なんか、あ、広告ですね。本物の方の、はい、やつです。マクドナルドクルー、まあ、クルーって、まあ、店員さんの人生ゲームですね。店員さんの人生です。はい、ゲームボード1枚ルーレットというここ前は通職業カードのスマイルカードが全100万という、まあ、お金ですね。はい、クルーは紙製です。ここから切り取って作る感じかな。で、これルーレットなんですけど、ルーレットすごいしっかりしてますよね。ペンダントみたいで可愛いです。こんな感じで下に置いて周りがいい。5、ハイの上に回ってる感じかな。で、これがゲームボードなんですけど、ゲームボードは、まあ、ざっと読んでみるとどんな感じになってるのかな。読んでみます。クルーコンテストで優勝、スマイルデーとかカップ注文してる倉庫がいっぱいある。これダメだ、怒られちゃって準備し忘れちゃった。おお、いいね。あ、間違えちゃった。あ、焦げちゃった。入れ忘れちゃった。おー、いいね。いいな、いいね。ルートが作れるようになったり、床にゴミが落ちているのに気づくことができず落ち込む。それ拾うんじゃないんだね。あ、気づくことはできなくてど、あー、じゃあちょっと拾おうかなーみたいな感じじゃなくて落ち込むって。はい、あとはこの金、お金ですね。あ、こんなちっちゃいんだ、お金。あとはこんな感じで入ってます。これはなんかクルーのカードで、人生ゲームのルール説明とかちゃんとしっかりしてますね。中途半端じゃなくて、もう全然最初から最後までしっかりと遊べます。やっぱね、あのハッピーセットっていうと、まあ、クオリティは高いは高いんですけど、まあ低いやつもあれば、まあ、まあ、とりあえずなんかすぐ飽きちゃうっていうイメージが多いと思うんですけど、これだったらいくらでも遊べますよ。まあ旅行とか修学旅行、なんか友達とね家で遊ぶ際にはぜひこちらのこれね、ハッピーセットを買ってみて、みんなとワイワイやってみるのはどうでしょうか。まあ、やらなくなっても、まあ、この2つはパッケージがすごい可愛いんで飾ってみるとどうでしょうか。というわけで、今回はこちらのハッピーセットの、テーブルゲームのシリーズでした。バイバイ。まあ、11月17日からは3つ、この3つが出てるんですけども、いつだっけ、20、いや、いつか忘れちゃったけど、次は、黒ひげ危機一発と、忘れちゃいました。